はい、どうも皆さん、こんにちは。公式さんの方から来月のイベントカレンダー、はい、そちらの方がね、公開されましたんで、今回そちらをお送りしていこうと思います。かがちゃんのーケースケジ曲のーケースケです。ポン!ということで、来月のイベントカレンダー公開されまして、で、公式さんから開発ビルドをね、お借りして撮影しております。で、はい、こちらのスキンですね、新スキンとかも登場いたしますんで、今回はね、来月のイベントカレンダー、そして、あとはね、スキンですね。で、あとは、まあ、来月のゴールドパスのね、トラックとか、お見せしつつ、あとは、まあね、いつもやってます。月末にね、行っているね、注意喚起、マソン注意ですね。はい、こちらをね、お送りしていこうと思います。なので、カラカラ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいましたら、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。で、あとはね、再生数、はい、チャンネル総再生数1億回目指しておりますんで、はい、お暇な時にでも私、ケースケの動画見に来てくれたら嬉しいなっていうふうに思います。ということで、早速、来月のイベントカレンダー、そしてね、来月出てくるね、新スキンとかね、あとはね、注意ですね、注意喚起の方ね、お送りしていきましょう。レッツゴー!課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケースケの入力をよろしくお願いいたします。はい、ではまずイベントカレンダー見ていきましょう。イベントカレンダーこんな感じとなっております。アップで見つつね、お送りしていきます。まずはね、まあ、1日から31日までゴールドパスね、始まるよーっていう、はい、そんな感じになっております。で、あとはね、面白いのが、アンティルオクトーバー9ってありますね。これね、トレジャーハントイベント。うん。9日までだよっていうね、そんな注意、なっております。なのでね、皆さん、2日に、1回はね、ちゃんとね、攻めてね、宝箱をしっかりと3つゲットしていきましょう。で、続いて、1日から11日までは、クラン対戦リーグ始まります。で、あとね、1日から9日、はい、チャレンジですね。いつものチャレンジ、はい、やっていきますんで、明日にね、私、ケイスケのチャンネル方で公開されます。攻略動画ね。はい、公開されますんで、ぜひぜひね、チャンネル登録、そして通知をオンにして楽しみに待っていてください。そして、なんとなんとなんかね、出てきてますね。11日から31日まで、チャレンジ、2つ目のチャレンジが始まるんですけど、ご覧ください。ラバルーンが映ってます。これさ、ラバルーン映ってるってことはさ、まあ、去年の、ハロウィン限定ユニットなんですけど、来月、これ映ってるってことは、次のイベント、うん、ハロウィンイベントで、やってくるんじゃないかなって、思ってるんですよね。うん、いや、もうやってくるでしょ、これ。はい、やってくるともう断言しちゃいます、これ。だって、ね、チャレンジでしか使えない期間限定ユニットって、いなかったと思うので、多分次のハロウィンイベント、ラバルーン、やってくると思います。はい、なので11日のにもね、チャレンジ2つ目、公開されますんで、ぜひね、皆さんね、チャンネル登録、そして通常オンにして楽しみに待っていてください。で、で、11日から31日まで、クラッシュウィーンメダルイベント。はい、こちらやってきます。メダルイベントやってきます。で、まあ、新レア装備とかも、ひょっとしたらね、やってくるかもしれないんで、とりあえず、一旦鉱石貯めるタイムに入ってもいいかなって思います。うん、で、まあ、クラン対戦リーグ中に、心理遊び情報出てくるかもしれませんので、まあ、クラン対戦リーグが終わる、まあ、10日か11日あたりまで待っておいて、心理遊びの情報が出たら、まあ、鉱石ね、使っていくのか、そしても、それとも心理遊びのために、はい、使っていくのかっていう判断の方が必要ですね。はい。なのでね、メダルイベントで、また鉱石稼げるかもしれませんので、楽しみですね。で、最後、クランゲームがね、22日から28日まであるよといった形になりまして、うん。なので、来月楽しみなのが、まあ、ラバルーンまた使えるのか、楽しみですね。っていうのと、まあ、新レア装備が出てくるのかっていうのが楽しみになってくるかなって思います。はい。それではね、スキンの方、見ていこうと思います。まずはね、グランドウォーデンですね。はい。ダークガーゴイルウォーデンっていうのが、やってきます。これ、かっこいいですね。ほんと、ハロウィンっぽいですね。はい。スキンになってて。で、あとね、気に入ってるのが、アチャクイですね。アチャクイが、ちょっとね、怖いんですよ。怖くて、ちょっと、ホラー映画みたいな。はいはいはい、こんな感じ。はい、こんな感じ。ホラー映画みたいな。モーションがあって、怖さ、不気味さ、だったら、あちゃくいすげえかっこいい、かっこ怖い、はい、みたいな感じ。うん。あ、ちょっと待って、グランドボーデン、そういえばくるくるさせてなかった。後ろ姿とかも、はい、お見せしていきます。後ろ姿、はい、こんな感じね。あ、ちょっと待って、曲がんねえな。待って、モーション中は曲がんねえのか。はい、はい、こんな感じですね。マントボロボロですね。はーい。で、あとはババキンか。
ババキンはね、はい、こんな感じになってて、これもなんかアメリカのホラー映画に出てきそうな、はい、怪物的な感じになってますね。で、なんとね、スキンがね、ババキンとアチャクイとウォーデンまでしか出ないっぽいです。なんか今んとこ情報でいただいてるのが、ほんとウォーデン、ババキン、アチャクイだけみたいな、そんなこと、はい、なんか公式さんが情報いただいたんで、ロイちゃんがね、出ないっぽいっすね。出たらごめんなさい。はい、そしたらね、ゴールドパスのね、トラックの方、ちょっとね、見ていこうと思います。お送りしていこうと思います。はい、公式さん開発ビルドをお借りしてね、お送りしていきます。トラックの方はね、こんな感じになってて、うん、ヒーローのスキンがね、9月の、はい、ゴールドパス解約で、スキンがね、なくなるみたいな、そんな処置があった後、まあ、スキンがね、戻って、で、最後の方にね、スキンが置かれてるっていう感じになったんですが、来月からね、通常通りに戻ります。スキンがね、もう最初の方に、はい、設置されるようになります。なので、すぐ回収できますね。で、あとはね、変わったところとしては、まあ、今月か、9月のゴールドパス解約に伴って、まあ、お詫び的な感じでさ、スター鉱石と、あと大工ポーションの2個がさ、無料のトラックに並びましたよね。まあ、あれは、まあ、スキンをなくした時のね、お詫びとして、はい、設置されたものなので、無料のところにはね、スター鉱石とか大工ポーション、はい、来月からね、なくなります。なくなるっぽいですね。うん。パッと見た感じ、なかったので、はい、なのでね、ちょっと期待はしないようにいたしましょう。まあ、置いてもいいと思うんだよな。もう置いてもいいと思うんだよな。まあ、もしかゴールドパスにさ、鉱石さ、ちょっと多めに置いてくんねえかな。いらないさ。正直、これいらなくねっていう、はい、報酬があるじゃないですか。都ゴールドね。俺、都ゴールドいらねえなって思うんすけど。どう思います皆さん。あ、まあでもまあ、クランの都育ってないクランの人にとっては嬉しいのかな。これ嬉しい？嬉しいっすかねこれ。俺はこれちょっといらないんすよ。だったら鉱石をちょっと多めに置いてくんねえかなって思うんですよね。ま、大工の拠点のルーンとかシーズン資源増加とかは、ま、大工の拠点で6人目アンロック目指してる人向けにね、ま、置いててもま、いいんすよ、俺は。いるこれ、これ。これなんか2箇所も置いてるのいる？なんか、もう5000にして1個にまとめて、空いた1個の枠を鉱石にしてくれよって思うんすよね。いる?ほと思う。あとね、あれ、ちょっと今回がなくなるのかな？あ、これいる？これいらない？まあ、クランの都、育ってないクランの人にとって嬉しいかもしれないけど、いるってなる。そう。はい。といった感じのね、ラインナップとなります。はい。じゃあ最後のね、いつもの月末にやっているね、お忘れ注意の方やっていこうと思います。まずはね、まあ、トレジャーハントは、まあ、10月9日までっていうのと、あとはね、宝箱の配布リンク概要欄に貼っております。まだ受け取れるのかな？まだ受け取れるかもしれないんで、まだ受け取ってない方、ぜひね、概要欄からリンクね、はい、もうタップすれば、もうゲーム内でね、宝箱無料で、3箱ぐらいね、もらえますんで、ぜひぜひ、受け取ってください。まあ、直近ね、数日前も、一応ね、受け取れました、ありがとうございますっていうコメントいただいておりましたんで、ワンチャンまだ受け取れると思いますんで、ぜひね、まだ受け取ってない方、受け取ってください。はい。あとはね、スパセルストアですね。はい。先日も動画にいたしました。今月分、はい、ボーナス労働でね、資源ポーションと、あとはね、ミッションクリアしてる人はね、エメラルド、はい、無料でね、100円目もらうことができますんで、まだ受け取ってない方は、ぜひぜひ受け取ってください。ケースケ実況局では、ただいま、クランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってあるクランメンバー募集の動画をご覧ください。はい。そんな感じで今回はね、来月の、はい、イベントカレンダーが出たっていうので、イベントカレンダー、スキン、ゴールドパスのトラック、最後にね、注意喚起ですよ。お忘れなくっていうね、注意喚起の方、お送りしていきました。はい。ということで、来月はラバルーンがね、復活したら嬉しいなって思ってますんでね、ぜひぜひ皆さんね、来月もクラクラね、楽しんでいきましょう。
はい、ということでこういう風にカラカラ動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよって方がいましたらぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。でこの動画が面白かったためになったなって思ったらグッドボタンやコメント、友人やクラメンにシェアの方よろしくお願いいたします。はい、ということでそれでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。